いらっしゃいませ、ヴィンテージデニムアドバイザー藤原です。今回ですね、地下もいつも僕はねいる場所なんですけれども、こちら後ろをですね見ていただければ、もう素晴らしい色落ちのジーンズたちが、最近ですね入荷してまいりました。もう見るからに、まあ、普段ねこうジーンズうちのお店はこう釣ってる、釣って販売させていただいてるんですけれども、いつもこのね YouTube を撮らせていただいてるこの正面の後ろには一応、色落ちのいいジーンズを飾ったりとか、いつもしております。もう見栄えがね素晴らしいと思うんですけど、いい年代の WX が入荷してまいりました。もちろんディスプレイではなくて販売しております。全て値段をつけておりますので、うちはその中で今回ですね、ものすごい色落ちです。こちらなんですけれども、はい、こちらリーバイスの 501WX、はい、1922年モデルですね、はい、もう素晴らしいですこの見た目、はい、どうやったらこんなヒゲ、まあ、いわゆるここですねヒゲ落ち、この膝あたり、膝ここからね後ろにこうブワッて抜ける、まあ抜けるヒゲとかって言い方を僕はするんですけれども、正面から見ていただくとサスペンダーボタンがついてます。そしてベルトループも見えると思うんですけれども、当然またリベット、はい、そしてこちら見ていただくと後ろもハチノスです、はい、もう膝の裏、これね、なぜハチノスっていうかっていう、もうこのポコ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 、まあ見た目ほんとハチノスに見えますよね、はい、そのまんまなんですけれども、なかなかねジャストサイズで履き込まないとこういう色にはなりません。そして22年モデルの特徴でバックルバック、はい、ついてます。そしてサスペンダーボタン後ろの2つもちゃんとついてます。はい、この頃はねまだリーバイスの代表的なこの赤タブ、はい、赤タブはまだついてないです。そしてこの隠しリベット、 WX といえば隠しリベットなんですけれども、この頃はアウトリベットですね、外リベ、はい、外リベがつけられています。こちら1922年から、まあ、いわゆる36年までですね、その次赤タブがねつけられたのが37年という形なので、そこから37年モデルというふうに通称を言うんですけれども、こちらは22から36、ボタンですね、このトップボタンからそのこの下のボタン、はい、こちらがもう小ボタンなんですけれども、リーバイス文字が入っております。はい、裾本来はね、チェーンステッチなんですけれども、これ残念ながらね少し裾上げをされております。はい、ちょっとねリペアもね、されてはいるんですけれども、おそらくこれオリジナルであればチェーンステッチなはずです。まあ、チェーンステッチ、まあ、これはね20年代後半、そしてこのモデルでいくとですね30年代、いわゆるちょうどねど真ん中あたりの年代かなと思います。実は、このですね22年モデルと同じ年代、こちらですね1922年モデルの、ほぼねワンウォッシュからまあツーウォッシュぐらいの状態、はい、501WX のね、本にもデッドストックが載ってるんですけれども、こちらのね、パナマ博の時のフラッシャーまで、ついてる、はい、ここのサスペンダーボタンのですねところにバチンと止められる、このフラッシャーなんですけれども、今回ねこちらのねボタンの方をチェックしたんですけど、一応その紙はねもう残ってない状態でした。ただねディティールいろいろと見ていく上では30年代の頃の、年代とほぼ同じ年代かなと思います。こちらまあ裾もですねこちらチェーンステッチを使ってるという、はい、まあこのレザーパッチもですねバッチリ読める状態、ワンウォッシュ、まあサスペンダーボタン、バックルバック、これねバックルバックの金具もねまだこの針が刺さってない状態です。はい、そしてこの外リベット、まあ赤タブは当然ないですね。こちらとね、
ほぼ同じ年代です、はい、まあ一つのねこのお店でこの年代のマッコンとまさかのこのね鬼ひげ、色落ちが完璧にね出来上がった状態のジーンズが2本揃うっていうのはね本当にすごいことだと思います、はい、このねやはりマッコンの状態からね、いかにこうこの色に落とせるか、まあ、今日ねあの自分も、ワンウォッシュ状態のやつをね今日は僕はあの505なんですけどもこれ乗り付けしております。乗り付けして今自分がね育ててる段階なんですけれども、このね22年モデルもまあもし履かれる人がいたらねこんな色に育ったら最高かなと。でもやはりね日本の環境だったりとか、まあ当時のねアメリカで、まあこのジーンズを履いてた方とかがねまあ作業をしたりとかまあもしかしたら炭鉱で働いたりとかまあこの農家で働いたりとかですねこの履かれた方のこの、ね、作業をした上でのその方の色落ちもうねここまで完璧に色が仕上がるっていうのがねなかなか難しいと思います。あと、やはりねこれだけ激しく履いてるということはあの必ずね、どうしてもリペアはあのダメージが出てきてしまいます、まあ、一応膝とかここのねひげの部分には綺麗にリペアが入っております。あと先ほど言ったんですがこの裾口はね多分ボロボロほどけてしまったんでしょうか、あの一応叩きがミシンでね綺麗に入っております。あとこの年代22年、ベルトループこちらね、通常のこのデニムのオンスより薄いオンスを使ってます、はい、先ほどの、ね、色の濃い状態だとねそんなに目立たないんですけれども、こちらをね見ていただくともうちょっと色がね通常のここの色の濃さよりもう明らかにちょっと薄いのが分かります。もうこう手に取ってもらうとねすぐ分かるんですけれども、そういったねあの違いも 色落ちするとねあのこう気づく点になると思います、あとこちらのジーンズなんですけれどもこのバックルバックの金具これはね多分当時まあ壊れてしまったんでしょうか、まあ、たまにね針が折れたりとか錆びてしまったりっていうのはあるんですけども、こちらねちょっと、リペアとしてね交換されてます。ちょっとそのこの辺の30年代の頃に使われてたシルバーのこの金具と違うのが付けられてるのでここだけねちょっと交換されてしまってるかなと、はい、あとはこちらかすかにですけれどもレザーパッチもねまだ残っております。やはりこういったものすごいヒゲ蜂の巣ができるというのはもう最初にリジットの状態、まあ、今でいうデッドストックですね、リジットの状態からそのまま生履きした状態、そして多分1年間もしくは2年近くですかね1回も洗わずに多分入ったんだと思います。なのでこのねウエストの内側部分とかこういった、まあ、ベルトをしてたかどうかわからないんですけどこういったところはねまだ濃い状態でしっかり残ってる、そして擦れた部分がこういうふうに白く落ちる、この濃淡がねはっきり出るっていうのはもう最初に決まってしまいます、はい、もう自分でもねデッドストックから下ろすっていう方はもう本当に生デニムから、今はねうちはもうのり付けというのはおすすめしてますけれども、そしてこの型をしっかり作ってそこからねもう2年近く洗わないとか、まあ、この方がねもう多分本当に作業をして洗わずしばらくしてからまあ一回水を通したんじゃないかなと、はい、あとは当時の人もねダメージができたらちょっとポイって捨てたりとかもしてたんだと思うんですけれども、こういったね素晴らしいもう皆さんねご自分で作るのも大変でしょうし、こういったねすごい色落ちしてるのを購入されるのもいいんじゃないかと、もう何度も言いますけどこの落ちです、このひげ、そしてこの後ろの蜂の巣、はい、これがもう本当にいい色落ちのデニムのもう代表的な落ち方です。本当にこの年代だからこそ当時リアルにワーカー、まあリアルワーカーといいますか履いてた証だと思います、こちらのジーンズ 501XX 1922モデルですね、ウエストのサイズ
はい、こちら実寸で32です。そしてレングス、まあ当時の人がねちょっと裾を直してると思うんですけれども、今実寸で29、はい、なので、ウエストはおそらくパッチ表記はね33の表記だと思います。多分僕もねジャストサイズで入ると思うんですけれども、はい、一応ねお値段ついております。こちら250万に消費税になります。はい、なかなか出てこない年代ですね。もちろんこちらのマッコン、はい、こちらはちなみに400万に消費税になりますが、はい、この紙もお付けします。はい、今回はですね、リーバイスの 501XX 1922年モデル、この素晴らしい、ね、ジーンズが2本、入荷したので、ご紹介させていただきました。これからもですね、いろんなヴィンテージデニム紹介していきたいと思ってますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。